はい、ということで今日は2021年3月の22日です。月曜日です。長い1週間、選挙期間、東金市議会議員選挙の選挙期間を終えまして、感想というかね、メッセージを今日は取っていこうと思います。こども未来党、今年立ち上げまして初めての選挙でした。何もかも初めてでですね、本当に試行錯誤しながらね、本当に、苦労しながら、いろんなことにね、トライアンドエラーしながらね、いろいろやってきたわけですけども、無事なんとかね、やり終えて、やりきってですね、そこは非常にね、良かったんじゃないかなと思います。結果はね、一番いい結果にはならなかったですけどもね、当選にはならなかったですけども、当初のね、目的というかね、目的っていうのが、やっぱりこの問題を解決するためにはね、周知することが一番の、目的というか、方法、最善の方法であるということで、1週間、ぎっしりみっちり周知できたんじゃないかなと思います。ね、東金市188箇所にポスターを貼り、ビラも配り、新聞、メディアにも乗っかりですね、ネットでは全世界、日本全国に発信され、かなり効率的なね、周知になったんじゃないかなと思います。すごい良かったと思います、それはね。で、それを見てね、徐々にその応援してくれる人っていうのがね、徐々にこう集まってきてね、増えてね、本当になんか、この先ね、続けていけば大きな一大ムーブメントにね、なるんじゃないかなっていう感触というかね、気はしてます。それは感じましたね、やっててね。やっぱり子供たちともすごい触れ合うことができてね、いろいろ話す機会もあったりして、楽しかったですね。何よりもまずみんな前向きでね、明るく楽しくっていう党のスタンスを理解してね、やってくれたことでね、もうずっと楽しかったです。ね、カオルさんもそれはずっと言ってます。ね、終わっちゃうのが寂しいっていうのはね、ずっと言ってましたけども。その辺に関してはね、すごいうまくいったんじゃないかな、大成功だったんじゃないかなと思います。ね、これをだからきっかけにしてね、どんどん広がっていって、自分も何か行動したいっていう人がね、今後出てくれば、今回のね、この選挙っていうのは大成功だったと言えると思います。ね、本当にね、河合祐介さんなんかも来てくれたりしてね、面白いドッキリ企画とかもやれちゃったりして、すごいなんか充実したね、1週間だったと思います。でもね、結果はね、237でしたけども、237取るってこともすごいですけどね、小さな町でね。すごいですけど、実際もっとね、あってもおかしくなかったかなと思います。本心としてはね。他の人もなんかそういうのはね、言ってるみたいなんで、ちょっとあまりにも低すぎるなと。237っていうのはね、最低でももう500はもう間違いなくあるだろうなっていう、僕もそうだし、他の人もそういう感覚でした。下手したら1000超えてくるんじゃないかと。ね、若い鳥飼翔平君なんかは1000以上取ってましたから、カオルさんもそうなっても全然おかしくなかったと思うし、なんでそうじゃないのかなっていうのはちょっとね、疑問でしかないんですけども、何かしらね、理由がある、と思うんですよね。ちょっと少なすぎるなっていう。そこも含めてですね、反省材料っていうのももちろんあるのでね、しっかり
分析してですね、次回の選挙に生かせるようにしていきたいなと思います。ね、本当に、ね、カオルさん、ね、この挑戦をね、引き受けてくれて、素晴らしい挑戦、ナイスファイトだったと思います。ね、これだけ、やっぱり選挙に出るって、本当に難しいというか、まあ、大変ですよ。でもそういう大変なことにね、チャレンジして、最後までやりきって、本当素晴らしかったと思います。で、やっぱりそれを応援してね、無償でいろいろボランティアやってくれたりしてくれた人も素晴らしいと思います。ここまでやっぱりね、子どもの未来とか、子どもの人権、心、命のことをね、考えてね、行動してる大人って、なかなかいないと思うんですよ。したくてもできない人もいるだろうしね。でも実際してる人ってなかなかいないと思うし、それはね、本当にね、誇りに思えると思うんですよね、皆さんも。それは誇りに思って堂々とね、もう生きてほしいと思うし、それを見ている子供たちっていうのもね、少なからずいると思います。ね、そうやって。ね、もう日本はひどいですからね、本当に子どもの人権がなくて、もうやられたい放題というかね、もう子どもが物扱いされてね、本当にひどい、子どもたちからしたら本当絶望しかないような国ですけども、まあこうやってね、命を懸けて子どもたちの未来のためにね、戦って行動している大人がいるっていうこともね、ある程度見せられたんじゃないかなと思うし、それを見た子どもたちは、まあ少しはね、希望を持ってもらえたかなと思いますね。本当にもう絶望しかないようなね、国ですけどもね、子どもたちにとっては、本気で変えようとしている大人たちがいるっていうことをね、見せれたのかなと思います。で、まあ徐々にやっぱり集まってくると思うんでね、この先続けていきたいなと思います、この活動はね。まあ、次いつどこで選挙出るかまだ決まってませんけども、まあ、決まり次第ね、動画でもやりたいと思います。あとはそうですね、まあ、今回ね、こうして選挙に出たことによって、まあ、ボランティアの方もそうだし、応援してくれる人たちも結構いたようなのでね、なんか交流会みたいなね、触れ合えるようなね、そういう機会を作れたらいいなと思っておりますので、まあそこら辺もカオルさんとちょっと相談してね、やっていきたいと、やれたらいいなと思っております。ということで、東金市市議会議員選挙、子ども未来党の初の選挙についてのね、まあ、コメントというかね、まとめでした。皆さん、お疲れ様でした。ご協力してくれた皆さん、ありがとうございました。なんか変わったことなかったっすか？出馬になりました。阿部薫です。
東金市地元からの出馬になります。ぜひ安倍香織さん応援してあげてください。980円ですごいたくさん入ってる餃子を買いました。これは私の大好きな東金市のゆるキャラをトッチです。お取り置きのガムカレーでございます。超がっつりあるね。どうぞ、はい、この気持ちを受け取ってやってほしいだったりとか、こうやったら楽しいなとか、そうやって思ってくれたことをね、しっかり形にできるように頑張っていきたいと。安倍香織さんの応援に神奈川からやってきました。お待たせしてくれました。あ、通通中ですか。通通中。子どもの笑顔率100% の街を目指す子ども未来党の安倍香織。おおおお、超えた超えた、ホームラン、ホームラン。受け入れられやすく楽しい選挙になってくると思います。よろしくお願いします。おはようございます。届けたいと思いますので、ぜひとも選挙参加をお願いします。よし。政治っていうのは可愛い子供たちの笑顔を守るためにあるんです。子供たちの未来を守るためにあるんです。それを忘れないでください。